はい、こんにちは、116インズです。今回の動画ではコリン・レイについて話していきたいなと思います。昨年2020年シーズンはカブスでプレーしたレイ、9試合の登板で防御率は 5.79 と成績がものすごく良かったわけではないんですが、ただカブスとの来シーズンの契約も結んでいて、でさらに先日のダルビッシュ選手のトレードで、もしかしたらスプリングトレーニングの内容次第では先発ローテーション入りもあり得るんじゃないかと言われていた選手なんですが、ただ年明けの1月4日にカブスから突然リリースとなりまして、一体どういうことだろうなと思っていたら日本球界入りを目指すと報道されたんですね。でどのチームが契約するのかと多くのファンの方が予想されていましたが、今朝報道が出ましてソフトバンク入りということで、今日球団の方からも正式に発表がなされました。ホークスはマット・ムーア、それからリック・バンデンハークの去就がまだ不透明な状況で、レイの契約に関してはかなり保険的な意味合いが強い契約なのかなと思いましたが、平均球速92マイルから93マイルのボールとカットボール、カーブ、スプリットと非常に球種も豊富な選手ですので、仮にムーアやバンデンハークが残留しなくとも、このレイが先発ローテーションの中である程度活躍してくれるんじゃないのかなと個人的に思っています。投球内容自体結構まとまったピッチングをする印象がありますので、最低でもイニングイーターとしてある程度役割は全うしてくれるんじゃないのかなというところが個人的な期待ですね。もともと来年のメジャーの先発ローテーションに入るかもしれないと言われていたようなピッチャーですから、日本での活躍にも期待したいですね。ただ今回の動画でお話ししたいのはレイがどういったピッチャーなのかという話ではなくて、 MLB 時代のレイが少し変わったトレードに絡んでいたというところなんですね。でそのトレードがレイがパドレスに在籍していた2016年の夏に起きたトレードなんですが、2016年のトレードデッドラインを目前にしてマーリンズとパドレス間で7選手が絡む大型トレードが成立して、このトレードに今回ソフトバンクが獲得したレイが含まれていまして、レイはこの時パドレスからマーリンズへ移籍したんですね。当時のマーリンズは7月末の時点で57勝48敗で地区2位につけていて、プレーオフも現実的に目指せるぐらいのポジションについていたんですね。ただプレーオフを見せますとちょっと先発ローテーションが課題となっていまして、この年のマーリンズの先発ローテーションエースがホセ・フェルナンデスで、でその下にアダム・コンリーやトム・コーラーといったピッチャーはいたんですが、4番手以降がちょっと活躍できていなかったと。でそういった状況もあってか、ある程度信頼のおけるベテラン選手が欲しいということでパドレスからアンドリュー・キャシュナーをこのトレードの中で獲得したんですが、それに加えて長期的なローテ要員としてレイも合わせて獲得したんですね。この当時のレイは MLB2 年目とまだまだ若手の選手で、で防御率は 4.98 だったんですが、一応はパドレスローテーションにも定着していて、どの先発もだいたい5回から6回を投げて3失点ぐらいにまとめるようなピッチングを見せていましたので、いわゆるフロントラインスターターにはなりそうにもないけれども、先発投手として一定程度活躍は見込めて、かつまだ MLB2 年目でしたから、チームにも保有権があと数年間残るという点でも、マーリンズとしてはこのレイは魅力的だったのかなと思います。マーリンズとしても当時のトッププロスペクトであるジョシュ・ネイラーを放出したりと、決して安くはない見返りを放出して、この3人の選手を獲得したわけですから、チームとしては特にキャシュナーやレイといった選手たちが活躍して、プレイオフに進むというシナリオを描いていたことでしょう。このトレードが起きたのが7月29日のことでした。そして翌7月30日、レイはマイアミで行われたカージナルス戦でマーリンズデビューを果たします。この試合移籍後初登板初先発を飾ったレイ、初めの3イニングをわずか1安打無失点、3奪三振に抑えるという順調な滑り出しを切り、またチームも初回に4点を先制し、このままいけばレイの移籍後初勝利も十分見えてくるような展開だったんですが、ただ4回のレイ、先頭のジョークを三振に切ったところで右肘の違和感を訴えてしまうんですね。場所が場所だけにチームは無理をさせず、レイはここでマウンドを降りることとなってしまいました。順調に見えたマーリンズデビューでしたが、まさかの展開となってしまいます。レイはこの怪我の影響で試合後即故障者リスト入りすることとなってしまいまして、で後に彼の怪我はトミー・ジョン手術が必要になるほどの大怪我であることが判明します。そのせいでレイは2016年シーズンの残りを全休し、さらに翌2017年シーズンも全休することとなってしまったんですが、マーリンズとしては移籍後1先発をしただけで獲得してきた若手の先発ピッチャーが大怪我をしてしまいましたので、この件に激怒、パドレスにしてやられた、パドレスに傷物をつかまされたとチームは激怒したそうで、この件は当時ヤフーに在籍していたジェフ・パッサン記者が報じていました、マーリンズ側の怒りも理解はできますよね。それなりのパッケージを放出して獲得してきた若手の先発ピッチャーがたった1先発で壊れてしまったというのは、もしかしたらパドレスが何かレイに関して隠していたんじゃないかと疑ってしまってもおかしくはないですし、心情的にもマーリンズの怒りというのも理解はできます。ただそうは言ってもトレード自体成立してしまっていますし、またこういったトレードの前に必ずトレードに絡む選手は全員メディカルチェックを受けますので、
もしレイが移籍前から問題を抱えていたとしても、そのメディカルチェックの段階で問題点を発見することができなかったマーリンズ側にも責任があるということで、普通は泣き寝入りとなるケースだと思うんですが、ただレイの故障から2日後、元々のトレードから3日後の8月1日に当初トレードに絡んでいたレイとカスティーヨの再トレードが決まり、レイはパドレスへ返却されることとなりました。元々のトレードから3日後、怪我をしてしまいましたのでやっぱりいらないですと、ある種クーリングオフのような形でレイはパドレスへ戻ることとなりました。トレードが成立した後に選手の健康面の懸念から再度トレードされる事例は極めて異例で、パドレス側もこのマーリンズの要求に応じる必要性は全くなかったんですが、余計なトラブルを避ける意味でレイを引き取ったのかなと思っています。パドレス側にレイが故障していたという認識はどうもなかったらしく、パドレスの番記者の AJ カサベル記者がパドレス関係者に取材したところ、レイは健康だった、レイは全ての先発をこなしたし、全てのブルペンセッションも問題なくこなしてきた、医師の相談も受けたことがないとコメントしていたそうなので、このレイの怪我は本当に不幸な事故でしかなかったようなんですけれども、ただそうは言っても移籍してすぐ怪我をしてしまいましたので、今後の他球団との関係性等々も含めてレイを引き取るという判断に至ったのかもしれませんね。まあ、先ほども少し話しましたが、本当に問題があったのであればトレードのメディカルチェックの段階で分かっているはずなので、その段階で問題がなかったということは、このパドレス関係者の話の通り、トレードが成立する時点においてはレイはおそらく健康だったんでしょうね。なので本当に運がなかったとしか言いようがないんですが、こうしてレイの3日間のマーリンズ時代は幕を閉じました。でその後のレイはと言いますと、トミー・ジョン手術の影響で2017年を全休した後、2018年に復帰を果たしますが、ダブル A とトリプル A で結果を残すことができず、この年 MLB 昇格とはなりませんでした。そしてパドレスからフリーエージェントとなった後、2019年カブスとマイナー契約を結んで、この年トリプル A で14勝を挙げ、PCL 最多勝に輝きましたが、またも MLB に昇格することはできませんでした。昨年2020年、ようやく4年ぶりに MLB の舞台に帰ってくることができました。なのでたった3日間のマーリンズ時代から、昨年までずっと MLB で投げていないという状態でしたので、レイを返却するという判断自体は、少なくともその後のレイのパフォーマンスを考えますと若干ごね得な感じはしますが、間違ってはいなかったのかもしれません。ただ当初の目的、2016年のプレーオフに出るというところはどうなったのかと言いますと、マーリンズは8月以降失速してしまいまして、でさらに9月下旬にはエースのホセ・フェルナンデスが悲惨なボート事故で亡くなってしまうという不幸にも見舞われまして、マーリンズは残念ながらプレーオフを逃してしまいました。ちなみにこれは完全な余談ではあるんですが、マーリンズがレイを返却する際に返してもらったカスティーヨは後にオールスタークラスのピッチャーへと成長します。ただ残念ながらマーリンズでオールスタークラスの選手になったわけではなく、2016年のオフにダンストレイリーとのトレードでこのカスティーヨはレッツへ移籍し、そこでオールスター右腕へと成長しました。なのでレイのトレードがなければ、もしかしたら今頃カスティーヨはパドレスでプレーしていたかもしれませんし、なんなら今のあの豪華なパドレスのローテーションの中にさらにこのカスティーヨがいたかもしれないと、なんとも夢のある話ですよね。ということで、ここまで今回来日するレイが少し変わったトレードに関わったという話をしてきましたが、日本ではどんな活躍を見せてくれるんでしょうかね。おそらくソフトバンクでは先発を務めるかと思いますが、まだ年齢も30歳とギリギリパフォーマンス次第では MLB 復帰も狙えるぐらいの年齢ではありますので、ぜひ日本で活躍してまた MLB 復帰を目指してほしいなというところですかね。今回は明日から使えるかもしれない、実はレイがこんなトレードに絡んでいたよという話をご紹介しました。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後も MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。